帰ろう。ああ、歩くぞ。迎えますよ。観音権現慶神社光明様の神幸祭、神の幸の祭りで神幸祭の、祭列に続いて自己紹介の共作によってみんなで作ったものにでそれぞれの思考を、松々の出汁が付き添って祭りする踊り、練り物、敷物など自己たちの年番制で出します。そして豪華な45番町の大きな規模で最大の祭りでありますが、しかしながら明治30年以来都市の電線と自然開発のため3年の時の時はその高さの上を戻って地域に決めたおく変化してきました。で、三人の出し、五人の出し、正面の水を出せるので、この人の大田道館の江戸城海洋市の姿なんかも出たんですけれども、江戸職人の商品に出ます。で、僕は早くから